借景の館、借景の館を目指すか。ここ解放できるかどうかちょっとやってみようか。前場所わからんかったと思うんよな。そこだと思うんよな。わからんかったとこだと思うんよな。お？上じゃないよな。この辺、この辺のはず。なんじゃけど、まあ、ないじゃん。ないから、周辺になんかそれっぽい。この真下なのか何なのか、ここのね。があるんよな。そこにギミックがあるよな。これ当てろ。よし、これでよし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 。どういうことなんだろう。ここで一回解けないといけないのかな。はい。で、来い。はい。で、これで、あっちも動く。これはこっちで合っとる。遠回りして極力遠いところであの敵に攻撃されて、あ、じゃあこれ食らえばいいんか。来たぞ。オッケー。こっちじゃなかったな。これはあの下のやつには関係がないと。あとワンチャンこっちから入るんか。ワンチャンこっちから入るパターンあるな。あ、てかこれ宝箱いただくか。来た。瞬く間に。裁きを受けよ。また陣営のごとく逃がさない。綺麗にしませんとは。運命判決を行け。我が剣よ、影に従え。あとこいつ。火炎よ、燃やし尽くせ。これが運命です。水中メイドの礼儀に気をつけます。のく。助けが必要。や。陣営のごとく。や、裁きを受けよ。陛下も恩者。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。
や。鏡の前は水の前に行け。いや、え、まだか。火炎よ、燃やし尽くせ。運命よ、ここにいてよ。陣営のごとく必ず落とす。え、手ごわい、手ごわすぎる。こいつらマジで。料理ポイントなんだな。全然ないよな、ないよな。調べるか。借景の館。借景の館。いや、これはわからんて。これはわからんな。入り口が塞がれている。え、分厚い岩で塞がれてんだ。条件がいる。あ、たたら物語クリアせんといけんのね。はあ、はあははあ、あ、でこれも無理と。鳥も無理、鳥も無理らしい。はい、鳥は、たたら物語クリアせんと、この借景の館はいけないらしいんで、で、たたら物語も、なんか最終段階に入ってんだけど、もう当面倒せねえだろうっていうくらい、すげえ敵が強くて、ダメなんよ。まだクリアできんのよ。もう一個疑問に思ってたところがあったんだよな。この辺のやつ、これもまあなんかクリアしたらいけるんだろうねっていうことなんだろうね。そうかまあこれも多分まだなんだろうな。まあちょっと一回仕切り直そう、これ。